岩窟ホテル岩窟ホテルとは、埼玉県引組吉見町にある切り立った崖に掘られた人工の洞窟である。正式名称は岩窟ホテル高層館。かつては近隣の吉見百血とともに観光名所になっていたが、現在は閉鎖されている。明治時代後期から大正時代にかけて、農夫高橋峰吉の手によって掘られたもので、 岩屈ホテルが生まって岩屈ホテルと呼ばれるようになった。そのため、もともとホテルとして建設されたわけではないが、新聞報道ではホテルとして建設中であると報じられていた。峰吉は岩屈ホテルを建設する理由について、南東氷上の目的はなく、ただ純粋な芸術的な想像力の満足と建築の最も合理的にして、 完全なるファンを長く後世の人種にたれんがためと述べている。岩屈ホテルは農民による新たな住居スペースの提案であり、アウトサイダーアートでもあった。1858年に農民の子として生まれた高橋峰吉はの一号を放置しておいたところを発行してアルコールができたという子供の頃の経験をきっかけに穴を掘って酒蔵を作ることを思いつく。 明治になって西洋から流入した新しい文化や技術に強い憧れを抱いた峰吉は、寺小屋で読み書きを教わった以上の教育を受けたことはなかったものの、建築関係を中心に書物を読みあさり独学で知識を身につけた。1904年6月に寄港、同年9月に実作業に入る。以降、奇跡に入る1925年8月までの21年間、 のみと鶴橋を使い独力で岩屈ホテルを掘り続けた。峰吉の没後しばらくは作業が中断したものの昭和の初めから息子の継次が作業を引き継ぎ1964年頃まで2階部分の掘削やペイントの補修作業が続けられた。手作業ゆえに1日に掘り進められる距離が30センチメートルと非常に短く 当初から3代150年間の建設期間を予定していたという。岩屈ホテルの噂は近郊にまで広がり、大正時代の初め頃には多数の見物人が訪れ、整理券を発行するほどの盛況ぶりだったという。その様子はロンドンタイムズでも報じられた。1927年には坂井敏彦も少量校で訪問している。 峰吉の死後も見物人は後を絶たず、吉見百血に並ぶ観光名所となった。しかし、第二次世界大戦末期、吉見百血の地下一帯に軍事工場が建設されると、岩屈ホテルもその一部として使用される。その際、軍事工場へ続く通路が新たに掘られている。 終戦後は再び観光名所となるが、1982年と1987年の2度の台風被害による崩落によって閉鎖を余儀なくされた。管理をしていた、総次も1987年に亡くなり、以降再開されることなく、現在に至る。口田、遊具峰吉は、岩屈ホテルの建設にあたり、正面外観の立面図を描いているが、 そのデザインは間口2に0件で3階建ての洋風建築である。建築新調の取材に対し、峰吉はロマネスク様式をモチーフにしたと答えているが、建築家の佐藤武雄は正当なロマネスクではなく、東洋芸術としての民族性を帯びたデザインであると分析している。岩屈ホテルのある小山は、脆い業界岩で形成されている。棚や花瓶といった調度品もすべて、 岩を削り出して作られており、後から付け加えられたものは一つもない。細かい装飾を施しても崩れてしまうため、壁面は白くペイントした上から黒や灰色で模様を描くことで装飾している。東武東上線東松山駅から川越観光バス、高野ス免許センター行き5分、百血入口下車徒歩2分。ありがとうございます。